皆様、はじめまして。あ、伊藤なえと申します。あの、毎週土曜日14時から番組、ギブギブギブの、えー、番組の方を、まあ、始めさせていただきます。えー、最初どういうテーマで、えー、やろうかと考えたときに、あのー、まあ、いろんな経営者の方と、まあ、資料の方と、あのー、出会うことがありましたので、まあそういった方々を まあ対談形式で紹介紹介をすることで、えー、その方の詳細だったり、事業だったり、まあ、そういったものをアピールしていく場として使っていこうかなと思っているんですけども、とはいっても、最初、お前なり者だというのもあると思いますので、初回は、簡単な自己紹介をしていきたいなと思います。まあ、時折、えー、自己紹介をしていく予定であるんですけども、 今日、あらかたお伝えした上で、来週以降ですね、いろんなゲストを交えて紹介、えー、いただけるできるというふうに思っております。はい。えー、私はですね、えっと、東京と埼玉を中心に、えー、活動しています。とは言っても、実は九州には縁がありまして、まあ、沖縄も含めてなんですけども、奄、ま、美、あ、大島、宮崎、あと博多ですね。 先般だと、まあ、広島コーチにも行くことがありまして、まあ、特に広島におきましては、まあ、来週ゲストに出ていただく JD さんがおるんですけれども、まあ、その方の会社とタッグを組んで、まあ、東京支店として、えー、私が支店長として、えー、活動することになりました。じゃあ、あなた一体何やってんのという声がありますので、はい、私の仕事内容ですね。 簡単に述べたいと思ってますまずはですね、まあ、サラリーマンとして、あの経緯の、えー、責任者としております。一応あの、上手している会社ではあるんですけれども、まあ、幸いテレワーク認めていただいて、で稼働もそれほど毎日じゃない形で今あ、させていただいておりますので、その稼働が減った分ですかね、あのー、社外の CFO、財務コンサルという方するんですけども、えー、社外の お金の場にですね、まあ、お金が減らないように、お金が維持できるように、借金してばお金が返せるように、または新たな事業をするときにお金を借りて、その事業に投資するためのアドバイスなどを積極的にしております。その活動はですね、まあ、実はですね、えー、東京とま埼玉に少し被害はあったんですけども、 2 0あれは11年ですかね。えっと、東日本大震災っていうのがありまして、で、そこでですね、私は当時は J 字法人に勤めていたんですけども、その時ですね、お客さんがですね、やっぱりお金がなくなってしまって、まあ、地震によってですね、事業が止まってしまったんですね。まあ、今でも覚えてるんですけども、あの計画停電っていう、 のがありまして、まあ、要その電気が供給があの福島の原発が津波でやられてしまって止まってしまったんですね。なので、電気はあんまり使うなといった形で、なんと、まあ。まあ、私は郊外の方に住んでますので、まあ,あのまあ、あまり人がいない。エリアっていうこともあって、いわゆる停電。をしたことあるんですけども、まあ、それぐらい結構逼迫してた時期がありましてで、それがものにそのお客さんに。も 影響がありまして、えー、結果的に仕事があのなくなって、まあ、倒産した会社がたくさんいたんですね。で、それなんでかなっていうふうに、今、まあ、ひもどいたときに、まあ、当時はですね、まあ、利益が出たら、まあ、役員報酬で、まあ、会社の数字はトントンにしようと、もうその代わり、役員報酬で個人でお金を取ろうじゃないかというのは、まあ、今は私たちあるのかもしれませんけども、 まあそれが主流だったんですね。まあ、税理士の店のうずの見せ所ころだったんですけども。で、よく,よく考えたときに、それって、じゃあ会社にはお金は残らないんで、税金はまあ払わなくて済む。会社としては良かったんですけども、じゃ個人に、じゃその分お金が残っているかというと、意外とそうではなかったんですよね。うん。で、結局個人にお金残ってれば、その個人のお金を会社に突っ込んで、 あの、立て直すことはできたと思うんですけれども、それすらもう財源がなかったと。うん、これはちょっとあんまりよくないなというふうに思いまして、で、このままいったら、まあ、同じような、あの、震災っていうのを結構繰り返し起きますので、結果的に会社にお金がなくなって、倒産する会社を増やすんじゃないかというふうにちょっと思いまして、じゃあやっぱり会社にお金を貯めていった方がいいのかなというふうに思いまして、 まあそういったいわゆる財務コンサル、当時は財務コンサルという言い方をしてたと思うんですけども、その活動をしようかとは思ったんですけども、まあ当時の J 字法人はその財務コンサルをやることは、まああまりよろしくないと。やっぱり税務が基本だというのがありまして、まあ私はですね、ちょっとですね、まあ喧嘩したわけじゃないんですけども、あの、そのえ J 字法人を卒業してですね、まあ自分がまだそれほど まあ会計と税務、まだ財務の知識はなかったので、まあいわゆる事業会社の方に転職したんですね。うん。で、事業会社の方で、えー、たまたまあのゲームセンターの会社が、まあ、事業上とするということで、まあ経理の人があまいないんで大変だというところで、たまたま面接に引っかかりまして、まあその会社に入らせていただいて、まあその会社で、まあ、会計、税務、財務ですね、をたくさん学ばせていただいた形になります。 はい、でそういったあの修行の期間を経て、まあ、2年前ですかね、から社外支援を財務コンサルの仕事を積極的に始めたという形になります。まあ、始めたきっかけは、ですね、まあ、東日本大震災で、まあ、潰れたお客さんをこれ以上増やしたくないという思いからやったものの、じゃあ、すぐできたかというと、そういうわけではなくてですね、その期間です、ね、結構その、まあ、自分としては知識を、まあ、蓄えていく時期。 ででもあったわけなんですね、うん、でその間ですね、結構それでも面白いことをやらせていただきまして、まあ、2社ほど経験させてもらってるんですけども、その1社目はその、まあ、ゲームセンターを事業上として、まあ、エンターテイメント会社に、まあ、なるんだというところで、まあ、面接で、えー、採用されて入ったんですけども、まさかですね、その会社がですね、あのアイドル事業の会社を買収するとは、 全く思ってなくてですね。あの、まあ、会社名あの、調べてもらえば分かると思うんですけども、子会社で、まあ、乃木坂46だったり、SK48 を運営するマネジメント会社。あと、音楽では、ノーベル・ブライト、はい、を、えー、運営する会社の、まあ、親会社の、まあ、経営責任者という形で、会社でいただいたんですけども、 で今、テレビ番組、えー、とかも、まあ、あるんですが、当時はですね、えー、まだ2社ぐらい、えー、不動産会社と、確かカラーコンタクトの販売会社があっただけで、そこからじゃあ、いろんなあエンターテインメントの事業を、まあ、買収しようということで、先ほど申し上げた SK48 だったり、あとは、まあ、テレビ番組制作会社、確か林修さんとか、マツコさんがやってる、まあ、バラエティ番組なんですけれども、まあ、そういうのをどんどん買収していって、 まあ、市場の中で、まあ、エンターテインメント事業で、まあ、伸びていこうという形で、えー、会社があの運営していたと。この、まあ、経営の責任者をやっていたという形ですので,で、まあ、いろんな方が、まあ、毎年毎年、っていうか、まあ、決算が支援期ごとやるんですけども、なんか四半期ごと新しいこう会社が、まあ、M&A で、えー、来たなというイメージがありまして、まあ、そういういろんな方との出会いですかね。 まあ、経緯の方だったり、まあ、ホームの方だったり、労、ま、務、あの方だったり、あと現場の営業責任者。うん。で、沖縄ですと、まあ、沖縄出身の方もいたりとかしてまして、まあ、そのことも結構芸能界長く勤めていらっしゃる方もいたので、まあ私どもはそんな芸能界よ,りとよくわからないので、まあどういった形で、まあ、仕事が来て、えー、お金は長いのかっていうところはいろいろとご相談しながら、 あの、やってたという形になります。で、そういうのを数字で取りまとめて、えー、決算書に仕上げて、で、監査法人にも一応ご了承いただいて、で、まあ、何人かいかに税務調査がありますので、その税務調査を乗り切って、え報、ー、告すると。うん、いった形の仕事を、まあ、やってたという形になります。はい。 まああのー、結局はですね、ずっと、まあ、財務会計という道を歩んではいたんでいこうかなという形で、えー、今、活動しています、はい。で、あとこの、実はですね、農家ビジネスもやってまして、いちごだったり、まあ、マンゴーだったり、まあ、キウイ農家の方といろいろ出会いながら、こう農家の支援、まあ、実際自分も少し手伝ってはいるんですけども、えー、農家のビジネスも合わせて、 やってるという形で、えー、3つの仕事ですかね。まあ、サラリーマンと社会資料は同じ財務の仕事なので、一区切りにしちゃってもいいと思うんですけども、まあ、それを1つ1つ別々と別々とすれば、農家も合わせて3つの仕事を今しているという形になります、はい。はい。なかなかね、3つの仕事を多少できるのかなって思ってはいたんですが、意外とやってしまうと、 まあ、こなしてしまうっていうのがありまして、で、なんでこなせるかっていう、これよく皆さんから聞かれるんですけれども、一体いつ寝てんだと、いつ休んでんだという話は応援して聞くんですが、全部自分ではやってないんですよね、実は。もうメンバーがそれぞれいますので、まあ、いわゆるまあ部下だったり、同僚だったり、まあそういったものに、もう正直ほ,んほとんど任しちゃったんですね。では、私は何やってるかというと、 まあいろんな人と会って話をして、その会った方と会った方が何か新しいビジネスでつながってくれた、また傷のビジネスつながってくれたいいなっていう思いで、まあそれを、えー、一生懸命やってると。で、その中から、まあ、まあ合は紹介紹介で仕事が来るっていうケースがあの生まれ始めていますので、まあ自分がやるべきことは、まあいろんな方と話をして、その方が何をやっていきたいのか。 じゃあ何の問題を抱えてるのか、それを紐解いてあげる。で、作業は別の方が、まあ私もたまにはやったりしますけど、まあ別のメンバーが、まあやってくれる。で、それをひたすらお客さんに話をして、問題を解決して、お客さんがよりこう安心して授業ができるようになってくれればいいなというふうに願って、 やっております、はい、で去年はですね、実は424人ぐらいの、まあ、経営者、ないしはシンオルタと、まあ、話させていただきましてで、やっぱりリアルで会うとなかなか移動距離も、やっぱり東京、埼玉行とっても距離移動時間かかるので,で、日本全国の方と話すのに、その都度飛行機で例えば九州行くとか北海道行くっていうのはなかなかあのお金の時間もないですから、今ですね、Zoom という便利な機能を使って、 もうリアルで会うんじゃなくて、まあ画面上で、えー、話をしながら、まあいろんな方を繋いでいくと。日によっては1日8件あったりとか、日もあったりするんですけども、月平均35件ですからね。そうすると、まあ年間4百0人当初400人っても今日掲げていたんですけども、それ少しオーバーする人数の方と、まあ画面上、まあ場合によってはリアルで合わせていただいて、で今年も、じゃ同じように400人。 やってみようかなという形で、今現在ですね、えー、今日収録しているのは2月の26日なんですけれども、えー、1月2月で60名の方と、今、ワン0ンワン言いう方をするんですけども、画面とか、まあ、リアルでいろいろ話をして、じゃあその方が何を望まれているのか、どうしていきたいのかっていう話をいろいろさせていただく中で、少し深掘りさせていただいて、あ、こんな方と繋がれたらいいなというのが、 あ,やっぱありますのであ、そういった方をまあすぐおつなげすると。うん、いった形で今進めています。で、それをやるとですね、結構ですね、じゃあ、伊藤さんはどんな方とつながれたらいいですかというふうに言ってくださる方もいらっしゃるので、その時に初めて、あ私はこういうのをやってて、あこんな方とつながれたらいいですねという話をまあさせていただいているという形であります。実はこのラジオ番組もですね、 あ,のある方の紹介、紹介から、実はこのパーソナリティになることになりまして、えっ、ー、と、それはですね、まあ、実名上げちゃっていいと思うんですけども、金曜日にやってらっしゃる、あの安さんという社会保険労使の方ですね、その方のコミュニティに入ってまして、まあ、安さんから、まあ、この番組に出ることにすごくあの、ご推薦いただいたりとかさせていただきましたし、 であとは土曜の、まあ、17時半からですね、つながるラジオという番組のパーソナリティをやっている松山さんですよね。彼はですね、えっと前職の、彼がまあ、えっ、ー、と、まあ、途中で辞めてしまったんですけれども、そこのまあ同僚でして、その時からの付き合いでしてね、はい。で、彼がそういったまあ動画制作だったりとか、まあ、DX の支援とか、そういったお仕事をするという形で、 結構こういろいろとやり取りさせていただいて、実は私の動画の先生ではあるんですけども、前ですね、2月の確か12日ですかね、彼の番組も出させていただきまして、まあ、その時にもギブギブギブっていう話はしたと思うんですけども、まあこの番組の名前を作るときにはやっぱり私はそれが一番いいのかなと思いまして、まあ本当はつながるっていうことを使いたかったんですけど、彼がもうすでにつながるラジオで番組に使ってますから、それを使っちゃうとなかなか あの重複してしまうこともありますので、まあ私は、じゃあギブギブギブっていう形で、えー、番組あの作らせていただいたという形になります。はい。で、実はそう、技能案で2月12日に放映されたんですけども、私、なんと現地に実はいたんですね。毎年この時期、沖縄に行くことがありまして、たまたま、あの、技能案にいる時間帯に、まあラジオをやってまして、まあなんか変な感じですね。自分の 声を現地で聞くっていう、まあ、不思議な体験をしたんですけども、はいまあ、の野球絡みで、まあ、その時聞くことがありまして、はい、その土曜の5時半ですかね、17時半に、つ、え、な、ー、がらラジオが放映されているとあの、携帯のアプリで日本全国どこかで消えるというのは聞いていたいたんですけども、まあ、どうせなら現地で聞いちゃったらいいなということとして、あの聞かせていただいたという形になります。 そもそも何やってるか分からなくなるかなとは思うんですけども、それは今後ね、あの毎週毎週、いろんなゲストを通じて、まあ、理解していただけたらいいのかなと思いますし、たまに私の趣味の、まあ、野球ですかね、まあ、やっぱ野球大好きでして、まあ、先輩もそう沖縄に行った時きに、まあ、キャンプを見たりとか、あとは練習試合を見たりとかいうのを、まあ、やってますので、あのそういった、まあ、野球の話も 時折交えながら、この番組をあの攻めていければというふうには思っておりますけれども、基本は対談形式で攻めていきたいなというふうに考えています。はい。で、野球に関してはですね、あのまあ、いろいろ、まあ、思いがありまして、まあ、昔、そうですね、小3ですかね、の頃から野球を始めたんですけれども、当時ですね、小学校1年生、 あの声とか音声だけじゃなかなかわからないと思うんですけど、私は当時から少しやっぱ大きかった方だったんですね。大きかったんですけれども、体が貧弱だったんですね。で、まあ、走るのもちょっと弱遅かったりとか、太陽はなかったんですね、小学校1、年生。なので、運動に関して全く自信がなくてですね。で、これはまずいなということで、まあ、ちょっとまあ野球に突然興味をいたしまして、 あの野球、えー、チームに、土曜日によくやって、あ日曜日かなあ、やってたんですけども、小学校のチームに入って、えー、体を、まあ、鍛えていったという形になります。で、それは今もずっとやってまして、まあ、生涯できるスポーツにしていきたいなというふうに思ってます。まあ、怪我がなければ、一応、1球ぐらいは投げれるとは思いますし、打つのは、まあ、1打席ぐらいだったらなんとか、年取ってもできるんじゃないかなと。 いうふうには思ってるんですけども。まあ、あの、そんな頻繁にはできないですけども、まあ、自分が体力する限りはやっていきたいなというふうに思っています。はい。で、生まれは、あの、埼玉の所沢っていうところになるんですけども、所沢というと、まあ、野球というと、西武ライオンズチームがあるんですね。昔は、あの、福岡に、まあ、西鉄ライオンズ、まあ、クラウンライターライオンズ、 まあ名前が何個か変わっていって、最後、所沢に移転されて、西武ライオンスという名前だったんですけども、私が初めて野球に興味を持った年に、西武が優勝しまして、福岡から所沢に移転した直後の西武は、昔活躍した選手ばかりであったものの、いかんせん、全盛期を過ぎた選手が集まっていた影響もあって、ですね戦力がなかなか。 整,整わなくてですね。まあ、良かったですね。はい。それが、こう、いろいろ、こう、新入の選手で、有望な選手を集めて、えー、いった結果、まあ、優勝をしまして、その年に、私は、まあ、野球を、まあ、出させていただいたという形になります。はい。で、確か、まあ、私の記憶だと、確か、その、高校野球も、埼玉県の、その、徒沢商業という学校があるんですけども、 その学校が、まあ、個人出たんですね。なので、当時の徳岡座は、偶然の野球ブームだったんじゃないかなと。高校野球でも出場し、で、プロ野球も優勝しと。で、小学校、まあ、私当時も小学校でしたので、みんなこう、セーブライダーの青い帽子ですね、をかぶって、で、バッジをつけて、まあ、友達と競い合うと。まあ、当時だったのかまだ出始めの秋山選手。 まあ、当時、セバの24番ですね。で、あとまだ、あの、まあ、引退間近の田淵選手とか、まあ、東野選手とか、まあ、東野選手はまだ引退は、まあ、先でしたけれども、はい。そういった選手が、こう、融合されて、で、新入の選手が集まって、えー、一気に花開いたと。まあ、いわゆる西部黄金時代が、まあ、ずっと続いてたという形になるんですね。うん。で、それをずっと、まあ、私はずっと見てまして、 はい。まあ今ちょっと戦力がなかなか整わずに、なかなか勝てない時期はあるんですけれども、まあいつかね、また昔の黄金時代になるような戦力になるといいなと思いながら、あの今期待しながら見ていると。ただ実は西部のキャンプで宮、あの沖縄じゃないですよね。宮崎なんですね。はい。で今年はちょっと宮崎の南郷には行けなかったんですけれども、例年沖縄と,、えっと宮崎の南郷ですね。 の2か所に、まあ、行って、まあ、ちょっとその関係の仕事を少ししてますので、仕事をしながらキャンプを見てあ、どんな選手が今年活躍するのかなというのを見ながら見るのがすごく楽しみだったりしてます。で、入る予定であったんですが、たまたま経理が人が足らないということがあって、まあ、経理部に配属されて、そこからまあ経理のうちをまあ歩んだという形になります。はい で、まあ、趣味も、まあ、ビジネスも、まあ、順調に進んでるかと思いきやですね、まあ、実はですね、3年前にですね、なんとですね、人生初めての入院しまして、で、まあ、その日の朝ですかね、確かその日は、実は私の誕生日だったんですけども、朝起きてですね、ちょっとですね、やっぱ動けなかったんです。で、実はその、えっと、月曜だったんですけど、その前の土日がですね、ちょっと家族で、 軽井沢に旅行に行ったんですね。で、ちょっとやっぱり調子が良くて悪、悪くてですね、ちょっと運転ちょっとこれ難しいなと思って、まあ、誰かにお願いしたんですね。で、まあ、一応後ろで、まあ、付き添って行ったんですけども、じゃあ土日軽井沢に何してるかというと、ずっとですね、あの、寝てたんですね。もう動けうなくて。ちょっとなんかあんまり良くないなと思って、まあ寝てれば治るのかなーって思いもしながら、 まあずーっと、こう、土日を、まあ、軽井沢で寝ながら過ごして、で、帰りも当然、運転なんかできませんから、もう後でずっと乗って、帰ってたと。じゃあ、土曜日、まあ、病院、やっぱり行った方がいいかなということで、じゃあ、翌日、月曜日ですね。やっぱりこれ、ちょっと、あんま変わらないかな。じゃあ、病院に行ったところですね。なんとですね、すぐ入院しなさいと、言われまして、まあ、最初、よくわからなかったんですね。 でまあ、当時、コロナが流行ってたこともあったから、まあ、ひょっとしたらコロナなのかなというふうに勝手な解釈をして、で初めてこう、まあ、地,地元のクリニックから、まあ、総合病院にまあ運ばれたんですけども、人生初めて救急車に乗って、その中で PCR 検査ですね、やったものの、まあ、実はコロナではなくてですね、もっとですね、ちょっと重たい病気だったみたいで、あの自己免疫性溶血性貧血、 と呼ばれる、まあ、一種の貧血になったんですね。まあ、よくそう、昔ですね、小学校とか中学校の朝礼とかで、ちょっと疲れちゃっていれば倒れた方いたかと思うんですけど、貧血とかね。当時、自分はそんなことはなかったので、まさか自分はね貧血になるというふうには思わなかったんですけども、で、その貧血になるその一つの原因として、血の巡りが良くないと。 いうのがあるんですけども、その日の、ね、朝ですね、その右手ですね、今だところちょっとまあ、ラジオだとわからないんですけども、これ実は動画で撮ってるので、後で動画で見てもらえば分かるんですけど、この手がですね、今ピンク、これ血が,血が通ってるんですね。なんですけど、その日の朝はなんと真っ黄色だったんですね。つまりこ手が動いてない状況。血が巡ってない状況だったので、やっぱり意識がこう、朦朧としてた。 うん。なので、全然コロナでなけようただ血の巡りが良くなかったという子たちで、あの、ヘモグロビンという値が健康診断とか取れるんですけども、それが正常男性は12から15が、まあ、標準なところですね。私は、なんと3だったんですね。で、後で試合の看護師に行ったら、ヘモグロビンが3って、実はとんでもないことだと。血のいだと。実はその、 カルイザーに行ったときにあの、お友達の方もいらっしゃいまして、その中に看護師の方がいたんですね。で、まあ、そこですぐそのヘモグロビンって値は当然取れないので、分からないでありますけれども、後でそんな話をしたらですね、よくそんな状況で行ったねっていうふうに言われちゃいまして、うん、まあ、自分もその分からないですから、はい、まずはそんなね、ヘモグロビンが3なんて、 そういう誰も知らないしで、直近の健康診断では、確かちゃんとね、12あったんです2ヶ月前。8月に、まあ、入院した時は3だったんですけど、6月のは12あったので、その、じゃ7、4月、8月でなんで3になったのかっていう、今原因も正直分かってないんですけども、ただ一人先言えるのは、多少今を少し目ま前する時も、たまにあったりするんですけど、その時手のひらを見て、あ、黄色くなってなければちゃんと血がめぐってんだと。 で、黄色が合ってたらすぐ休むと。また、メンバーに仕事を振って、自分はゆっくりすると。いった形で、今、自分の体調をコントロールしているということが、実はあったんですね。はい。で、そこで、じゃその、まあ、自己免疫性、病気性、貧血という病気なんですけれども、まあ、そこで、えー、どういった治療をしたかというと、結局、皆さんの、まあ、血を、まあ、輸血ですね。いただいて、それで、なんとか、 そのヘモグロビンの値を3から4、5、7、あ12グラム上げていくっていう形で、確か1週間ぐらいですかね、入院して、もうずっとこう輸血したい点滴の生活であったんですけども、まあなんとか、あの、成長値に戻って、まあ退院ができたと、いうことがありまして、まあ結果的には、ちょっとどなたの地下が正直わからないんですけども、皆さんからいただいた貴重なあ血液でもって、自分は あの今はここにまだ生きていらっしゃるい、生きているということになってますので、これやっぱり皆さんに恩返ししなきゃいけないなというのと、まあ、ちょうどそのサラリーマンの仕事で、まあ、IPM ちょうど実現したあと、また、あ、も理由として IP を実現した疲れだったんじゃないかと思うんですけど、はい、そういったまあ2つの、えー、要素がありまして、これは皆様に、えーまあ、お返ししなきゃいけないなという形で、まあ、ギブギブギブという形で、まあ、見返りもてない形で、 皆さんをいろいろこれからご支援していければいいなと思って、えー、その活動を、まあ、仕事もそうですし、プライベートも。で、しまいにはこういったラジオ番組を持たせていただくことになりましたので、まあ、ラジオ番組を通じてですね、あのー、皆さんに何かしら、あの、お気できればなというふうに思いまして、このラジオ番組を、えー、これからですね、毎週始めていきたいと思います。はい。まあ、ちょっとまとまらない自己紹介もあったんですけれども、 こういった形でえ毎週ですね、えー、やっていきたいと思います。あの土曜14時から30分ですね。あのー、すごくためになるようなあ対談、番組にしていきたいと思いますので、皆様はですね、ご視聴の方よろしくお願いします。今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。